どうも皆さんこんにちは、エマシです。今回はライズのランスに関して新しい情報が公開されましたので、そちらの紹介を行っていきたいかなと思います。鉄柱試技の入れ替え技と、おそらくにはなりますが、通常の入れ替え技2種類が、新 PV で出ていましたので、まあ考察も兼ねて紹介します。まずは鉄柱試技の入れ替え技に関して、こちらに関しては公式のホームページに載っていた情報となります。今までランスの鉄柱試技に関してはデュエルマインとアンカーレイジの2つだったんですけれども、新しくこちら龍天月という鉄柱試技が追加されていました。この龍天月に関してはライズの、タイトルが紹介されたかなり初期に PV に紹介されていたものですね。こちらの感じで、2回突進を素早く当てるというものなんですけれども、こちらの入れ替え技、まさかのアンカーレイジとの交換でしたね。ディエルバインとの交換だったらめちゃめちゃ強かったと思うんですけれども、アンカーレイジが強すぎる、まあ現状ね、強いがゆえに、まあなかなか交換しづらい部分もあるんですが、まあこちらの龍天月に関してはモンスターのガードできない高速から逃げるという方法にも使えたり、いきなり距離を詰めてね、モンスターとの距離を詰めて攻撃する、ダウン時にもしかしたら効果力モーションかもしれないから、そこで火力技として使うこともできると、いろいろ使い方がある、少なくとも使いやすい、鉄柱試技だと思いますので、まあ、アンカーレイジと、龍天月、まあ、どちらも使う機会はあるんじゃないかなと思います。というわけで簡単に、鉄柱試技の紹介となりました。では次にランスの通常技の入れ替え技に関して紹介していくんですけれども、こちらは新 PV にてちょっとだけしか映ってません。まずはこちらをご覧ください。はい、というわけでただいまご覧いただいたものに関しての名前は十字払いという名前で今まで存在していました。モンスターハンターダブルクロスにて、武士道スタイルを使っている時のみ使えた技ですね。でこちらの技に関しては、まあ、初見の方からすると、なんだ今までのランスのカウンターがちょっと変わって縦横2回切るだけになってるだけじゃんっていう風に感じると思うんですよ。すごくわかります。ですがこの十字払いかなり強いです。そしてかなり奥が深い、かなり愛用するようになったらまあえぐいというか、まあ、ハマっちゃうので、まあ、その良さとか強さをねこれからちゃんと、紹介していきます。なので皆さんのね十字払いに対する期待値もねガラッと変わると思いますので、楽しみにしていてください。では簡単に十字払いに関して、紹介していこうかなと思います。普通のカウンターに関してはガードしながら丸ボタンだったんですが、十字払いに関してはガードボタンを押すだけという形になります。ただしモンスターの攻撃に合わせてジャストガードというものをしなければなりません。アイスボンで主星を発動させるような感覚ですね。タイミングよく、ガードボタンを押すことによってこの十字払いというものが発動します。ちなみに、ミスるとこんな感じで大きくノックバックしてしまって反撃できないので注意してください。あくまでモンスターの攻撃に合わせてちょうどよくガードボタンを押す。ちなみにディレイすることもできます。反撃するのを少し待って後から反撃する。その他にもこちらもう一体のガレオスが狙ってきてるので、そっち側に攻撃を向けるなんてこともできたりするんですね。なので状況に合わせて反撃することができる優秀な技となっています。これは分かりやすく、正面からガードして左右へ、反撃するというものです。連携技に関してはステップ、突進、そしてガード前進なんかがあったりしますね。ちなみになんですけれどもめくりには対応していません。あくまで必ずモンスターの攻撃は正面で受けるようにしましょう。連続で、カウンターすることもできます。これを、まあ、うまく生かす機会としてはブラキディオスが分かりやすいのでこれから紹介しますね。ブラキディオスのこの攻撃に対してすぐ反撃してしまうとこの拳に当たってしまうんですよ。なので我慢して2撃目を連続でカウンターして反撃する、そんな感じで、攻撃すること、立ち回りすることによってアイスボーンだと拳と粘菌別々で判定があったためカウンターができなかったんですが、今回からずっと俺のターンができるようになります。ちなみにどんなに早く入力することもできるので、連続技に関しては対応可能です。ガード性能がいらないってどういうことって思う方がいっぱいいらっしゃると思うんですけれども、ジャストガードに関してはどんだけガード性能を積もうが積ままいが関係ないんですよね。ちゃんとモンスターの攻撃をジャストでガードさえしてしまえば反動なし、ダメージなしで十字払いが発動することができる。
なので今までガード性能を積んでいた部分を火力スキルとか、例えば防御力のね安定スキルに変えることができるんですよ。なので今まで以上に火力の幅が広がる、編成の幅が広がれるのがこのジャストガードになります。しかもこういったディノバルドみたいに一撃一撃がモーション値の高いモンスターに対してはかなりこのジャストガードが生きてきます。アイスボーンだと臨界ブラキの攻撃がねなかなか、攻撃をカウンターしても反動なしで出なかったのでパワーガード下になってなかなか削り値が痛かったんですけれども、このジャストガード、十字払いができるようになればちゃんと、戦いやすくなります。そしてラージャンのこういうビームでガード強化が必要なんですけれども、ちゃんとガード強化のスキルを入れればそんなことはないです。ちゃんとカウンターできるようになります。で普通のガードがジャストガードの、構えに変わることによって抜刀ガードした場合、ジャストガードが発動します。ちゃんとあれですよ、モンスターの攻撃に合わせてこっちが抜刀ガードした場合ですけれども、ちゃんとそこから十字払いの派生ができるようになります。さあここまで十字払いに関して紹介してきましたが、実際の火力に関して紹介していきたいと思います。まずアイスボーンに対してランスの一番火力が出る技は突進だったんですけれども、突進のモーション値は50でした。そして、今作、モンスターハンターライズに関してはため投げ払いという新モーションをランスはもらうことができたんですよね。このため投げ払いに関してはモーション値80と、まあ、かなりの高火力技を今回得られることができたので、これは大変喜ばしいんですけれども、じゃあ実際十字払いはどれくらいなのか。十字払いなので縦と横2回判定があります。そしてモーション値もダブルクロスでは異なりました。縦が44、横が37だったんですよね。なので合わせると81のモーション値、ため投げ払いを超えてくるんですよ。かなり火力が高い。でしかもため投げ払いに関してはモンスターとの戦闘中で当てるとってやっぱ難しかったじゃないですか。もちろんダウン時は、安定して当てられる、まあ、安心して当てられるかからいいんですけれども、まあモンスターとの殴り合いで当てるのはまあ難しかった。なんせこっちはカウンターじゃなくてただの攻撃ですからね、タイミングミスったらダメージ食らっちゃうので、そういった部分で危なかったんですけれども、この十字投げ払いに十字払いか十字払いに関してはカウンター技なので、モンスターの攻撃を受けた後の後出しなんですよ。後出しで攻撃できる、かなり安定感が違う。もちろんね十字2回当てるのは難しいと思いますけれども、モンスターハンターアイスボーンの、まあ、カウンター、まあ、ライズの普通のカウンターに関しても上段中段しか当てられないので、通常のカウンターはで上段中段のモーション値って中段が20で上段が22なんですよ。そこまで高くないんですよね。比べて十字払いは上段っていうか縦か、縦さえ当たれば上段2突き分、カウンター2回分の火力が出しちゃうわけですよ。まあ、めちゃめちゃ、まあ、この火力値を見て、まあ、強いと思っていただければ幸いです。ただし、ダブルクロスの、まあ、モーション値なので、実際、製品版が来たら、まあ、ナーフされる可能性もあるし、そのままで来る可能性もあるので、そこは、まあ、発売後の楽しみとして取っておきましょう。はい、というわけでここまで、十字払いに関して説明してきたんですけれども、もちろん十字払い強いところだけではありません。弱点もあります。3つありますね。1つ目が、2つ当てるのが難しい、1個2つ、縦横ですね、当てるのがちょっと難しいというところが弱点の1つ目。2つ目がそもそもモンスターの行動パターンを分かってないとジャストガードが発動できない、発動しにくいっていう部分ですよね。どこでこのモンスター攻撃が発生するの、どこでハンターに当たるのっていうのが分からないとちょうどよくガードボタンを押すことができないので、そうなると全部ジャストガード失敗、そして大きくのけぞって次の攻撃も食らって、だん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 縦の上から HP が削られてって押ってしまうっていうことにつながるので、まあ、初見とかでは使いにくいのが、まあ、十字払いの弱点かなと思います。もちろん慣れてきたらかなり強くなるので、まあ、そこは自分の練習次第とか腕次第っていうところにもなってきてしまいますね。で、三つ目が、これはダブルクロスの問題なんですけれども、武士道を使う際、通常のカウンターはできないんですよ。完全にマチスタイルの、ランスに変わるんですよね。ガードの派生で、ジャストガードが発動できるので、ガードってついてる途中で発動しないじゃないですか。あくまで発動するのはカウンターだったじゃないですか。なのでカウンターができない。じゃあ1月2月3月してる時にモンスターから攻撃が噛んじゃった、攻撃が来た、でもこっちはカウンターできない、ガードできない、ダメージ食らっちゃうってのが、ダブルクロスの武士道スタイルでした。ライズでどうなるかは分かりませんが、もし、ついてる途中に
まあ、カウンターができない仕様がそのままだったら、ジャストガードはあくまで待ちモーションになってしまいますね。敵が、あ、そろそろ攻撃来るなっていうのを来たら、攻撃するのをやめて、つくのをやめて待って、ちょうどよくジャストガード十字払い発動させるっていうのが、基本的な流れになると思います。でもね、自分どこで入れ替えるのかって思った時に、ガードと入れ替えになる可能性が一番高いじゃないですか。そうするとカウンター残ってるわけですよ。今回武士道スタイルっていうわけではないですから、入れ替えですから、多分おそらくカウンター残しつつジャストガードも入れてくるんじゃないかなと思います。そしたらめちゃめちゃ強いんですけど、多分仕様的にはついてる途中で発動するのはあくまでカウンター、通常のカウンターね。で、敵から攻撃した時にガードしたいっていう時に出るのは全部ジャストガードに変わるっていう、そういう仕様になるんじゃないかなと思います。だから今までで一番強いわけですよ。なんて言ったって敵のモーションが分かる、あ、このモーションこのタイミングって分かるやつは全部ジャストガードすればいいじゃないですか。で、分かんない攻撃ってあるじゃないですか。あんまりこの攻撃見切れないんだよな、タイミングよく分かんないんだよなっていう時は全部カウンターの方でやればさばけばいいんですもん。カウンターの方だったらパワーガードにも移行できるし、いくらでも反撃のチャンスありますからね。そういった部分で、使い分けができて強くなってるんじゃないかなと思うんですが、これはもう製品版が来ないとね、わからないので、楽しみにとっておきたいかなと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。またね。